これぜひ曲をやっていこうということで、新曲はどちらの方にあるのでしょうかということなんですけども、あ、こちらでショータイムオーディエンスということで、あ、楽曲ショップね、やっていこうと思います。さあ、ということでエキスパートからやっていこうと思います。ショータイムオーディエンスということで、なんかの書き下ろし楽曲あんま情報が分かってないけど、なんかの書き下ろし楽曲世界のアルバム、なんちゃらアルバムみたいな、いきなりグレット出してますけど、跳ねてますね、結構リズムが。その辺は結構むずいんじゃないですか。初見で跳ねリズムをさばくのはね、なんといっても困難ですよ。まあ、ということで、おギザギザしてギザギザってめちゃカクカクしてるんやけど、そんなおしゃれですね。あのさ、いきなり言い訳が入るんやけど、とかいつも通りの言い訳ないけど、手がね凍ってます。溶かしてください、誰か僕の手を。忙しい、そう忙しいんですよ最近で、来年から多分忙しくなくなるで、ちょっと来年から頑張ろうかなと思っとる。あとさ、あのプロセカまたあれやるんかな、あのリアルイベントみたいな、なんかあったよね、大阪とかで。ああいうのやるんかな、今年てか来年やるなら行きたいよね、行ってなんかやりたいよねなんか撮りたいよね、プロセカのフレンド上限まで埋めるまで帰れませんみたいな話しかけて、30人くらいで余裕やろ、あんま知らんけど行きたいよな、ああいうとこ。おお、リズムがすごい、リズムがすごい。おお今の音めっちゃ好きもん、ピコピコピコみたいな音めっちゃ好きなんやけど、おお、こういうシーンよね。おお、ここで盛り上がっていくとこ好きやお、こういう盛り上がっていくとこ好きやお。リズムがわからん、おお薄くなってくるやつね、トレースで。いいっすね、今はこういうなんか初見プレイの動画しかないっていう、もう超低コスト動画ねんけど、来年からちょっと頑張ってくれ、ちょっと来年までちょっと我慢してて、来年からちょっと頑張る。おお、リズムがむずいすごいね、え、曲めっちゃいいよ。おお、いいね、曲めっちゃいいじゃん。さあ、ということでマスターやっていこうと思います。30やるね、また跳ねリズムが多いんかな、跳ねリズムプラス認識なのノリかな、ちょっとなかなか苦手ないけど、まあ、いきなりさてこのギザギザちょっとで、いきなりグレット出るっていう出落ちもいいとこやろ。おお、跳ねてますね、ちゃんと。まあでも今のとこ全然いきますよ。最近なんかプロセカの譜面めっちゃ進化してるんで、そのね進化も見つけていきたいよね。おお絶対このも、おい、何これ何この横フリックみたいな簡易的横フリック。おお、すごい大きさおお、認識なんじゃないけど、おい、何これ、すごい形取ったよ、楽しいね、大きくなった。何それ、なんかハテナ書いてなかった今中に、気のせい、そんなことできる。おお、いいね、譜面いいね、めっちゃ面白いじゃん。グレートは出てるけど、あおおすごい、ちゃんと歌詞に沿っとるんやろうね、多分ちょっと自分の声がうるさすぎて何も歌詞聞こえんねんけど、うわーちゃんでトレスノートなのに押してまいっていう、わかる。おお、すごい、譜面がすごい、リズムがむずい、待って、そのリズム何、おお変則なリズムも金ノーツのおかげで取ってくっていう、何これ気持ち悪、なんか終点と支点どっか行ったんけど、おお、ちゃちゃちゃ、違うじゃん、違うじゃん、トレスノーツで押さんでいいと思ったらトレスノーツじゃなかったやん、目がおかしくなっちゃってんじゃん、なんか抜けてますやん、どういうこと、待って、通知音入っちゃった許して、あ、キセルは別に編集で、この譜面いいね。おおああ何それ、おおおお、なんだその形、譜面がめちゃくちゃ面白いねこれ、いい感じ。ということで今日はこの辺で終わっていくことです。めっちゃ譜面面白かったねということで終わります、さよなら。